どうもこんにちは、マイプロジェクト TV 伊藤健です。今日はね、ザイガル肉効果、ザイガル肉効果をご紹介します。このザイガル肉効果、人間は過去にね、できたことよりもできなかったことの方がより心に深く刻まれているという心理現象です。そこで今日はおっさんの心にね、深く刻まれている挫折の数々を今日改めてチャレンジしてみたいと思います。では行こう。パンは、ホワイト。ホワイトのパンは冷凍しますか？はい、お願いします。ベーコンをください。はい。こちらお野菜写真のものが全て入ってますが、全部お願いします。はい、お願いします。ドレッシングは何かお求めありますか？ドレッシングはシーザードレッシング。ペプシメックスの M をください。はい、ここも。はい、一番の粉が全部入りました。1、2、あ、なんかもう混ぜなきゃいけないな。で、混ぜる。うわあ。おお。2番。わあ、変な色。これスプーンで混ぜるのも無理だ。3番目の粉を入れていきます。これを入れて、ドクターペッパー。ドクターペッパーです。ここ20種類以上のフルーツフレーバーってね、フルーツフレーバーって書いてあるもんだから、まあフルーツがさ、味がすんのかと思って、昔ね一回飲んだことがあるんだ。それ以来飲んでないです。フルーツにはとても思えなかった。なんとも言えないね、独特だな。でも香りは甘いんだよね。やっぱりこれフルーツじゃないでしょ。なんだろうな、なんかに例えれるんだよね、これ。わかった、これね、杏仁豆腐の味だ。杏仁豆腐の味。なんか謎が解けた。なんか今まではね、よくわかんない味っていう風なもんで飲めなかったんだけど、杏仁豆腐の味って考えればガッテンいきます、これ。よいしょの飲み物だっていうふうに頭が理解したら、もう
痛くない。僕は汗臭いんですよ。いらっしゃいませ。25分でバスに行くので10分に間に合う。7時10分。達成できたことよりもできなかったことの方が人間は深く心に刻まれているというツァイガルニク効果。できるやつはね、このツァイガルニク効果すらもうまく人生に利用しているらしい。ポイントは意図的に相手を達成できなかった状態にさせておくというところ。クイズ番組とかで正解をあえて CM の後でって言ってみたり、合コンとかでさ、あえて自己紹介自己アピールをね少なめにしてみたりとかね。情報が未完のままになっている相手にとってその情報への興味、これは爆発的に膨らむということになります。というわけで今日のおさらいです。ツァイガルニク効果とは、達成できたことよりもできなかったことの方を覚えているという人間の心理現象のことです。できるやつはツァイガルニク効果を使って巧みに人の心をがっちりと掴んでいます。できなかったことをね、ずっと人は覚えているという現象ですが、できたことの方を忘れてしまうという方が正確なのかもしれません。あれだけやりたくてやりたくてしょうがなかったこともやってしまえば、あ、なんだこんなことかっていう風にね、なったりしませんか。この賢者モードのせいで人はね、いろんなことを忘れてしまうわけです。思春期男子のパワーを侮ってはいけません。チャンネル登録よろしくお願いします。